学3年生数学情報公式今日は情報公式について見ていくよ。まずね、下にね、この4つの公式が書いてあるね。で、ただ、2と3に関しては、プラスかマイナスの違いだから、まあ実質は3つかな。で、この公式については、まあ確実ね、全部覚えていかなきゃいけないんだ。まあ、覚えるというよりも、 これをね、使いこなせるようにならなきゃいけないんだね。じゃあ、まず、丸の1の公式から見ていくね。カッコ、X プラス A と x、X プラス B。これは x、X の2乗プラス A プラス B、X プラス AB。まあ、こんな公式になってるんだね。で、これなんだけど、カッコが2つついてるこの掛け算って、えー、例えばね、こう x かける x そして x かける b それから a かける x と a かける b ねこの4パターン4つの掛け算の答えのね合計になるというのは知ってるかなでそれをしたら答えが出るんだけどただねこれをするとねちょっとね時間がかかるのでだからこういうふうにね公式になってるんだね で、もしね、この公式を忘れてしまっても、先ほど言ったような4つの掛け算をしたら答えが出るから、それで答え出してね。で、今ね、実際4つの掛け算してみるね。まず x、x かける x だけど、これは x の乗になるよね。それから、え、青のところね。x かける b。これは bx だよね。それから次ね、赤いところ。 A×X, これは AX。そして、A、A×B, これは AB だよね。この4つになるってわかるかな。で、ここで注目してほしいんだけど、真ん中の B プラス、あ、BX プラス AX ね。で、こちらに関しては、どちらも X があるので、これってまとめられるよねっていうことなんだね。 で、どうまとめるかって言ったら、まあちょっと順番に右左変えるんだけど、a プラス b を先して、それに x をかける。っていうことね。で、そうするとね、これ見てもらったらわかるけど、x の2乗プラス a プラス bx プラス ab というのは、左に書いてあるこの公式と全く一緒になるよね。ということで、まあ4つね、 え実際に掛け算して、その合計で出してもいいし、こちらね、公式ちゃんと覚えたら、まあ、時間短縮にもなるよっていうことね。まず、丸の1の公式大丈夫かな。ではね、丸の1の公式を使って、下の問題やっていこう。次の式を展開しようっていう問題ね。では、実際に解いていくね。まず、はじめ。 x プラス5と x プラス2これどうやって計算するかって言ったらえこれイコールまず x の2乗これはわかるよね x の2乗でその次だけど上の公式に a プラス b って書いてるよねつまり5プラス2なんだよね5プラス2って何歩かって言ったら7だよねだからプラス7 で、公式に書いてある通り、その後に x をつけると。それから最後が ab ね。公式で言う ab。こちらは5と2を掛け算するんだよね。5×2。そしたら10になるよね。ということで答えね。x の2乗プラス 7x プラス10になる。大丈夫かな形ちゃんと覚えてね。x に関しては、ここが2乗で、こちらは2乗がつかない。 ただの x そして数字に関してはここの7っていうのは何かって言ったらここの5と2を足し算するんだ。そして一番右のここの数字の10これは何かって言ったら先ほどと同じ5と2これを今度は掛け算するんだ。いけるかなじゃあ下の問題もやるね x x 2と x 3ね。 これはどうなるかって言ったら、まずはじめは x 同士掛け算するから x の2乗。いいよね。で、その次は、ここの2と、これ注意ね、マイナス3ね。2とマイナス3の足し算したらどうなるか言ったら、これマイナス1になるのわかるかな ?2 足すマイナス3でマイナス1。だから、今ね、 x の2乗プラスってちょっと書いちゃったんだけど、これは実は間違いで、ですね。プラスではなくて、マイナス1だから、マイナス 1x つまり、マイナス x になる。ここまでいいで、その次。次は掛け算だよね。2かける、ここも注意ね。マイナス3を掛け算するんだ。2かけるマイナス3だから、マイナス6。 ということで答えは、x の2乗マイナス x マイナス6になる。大丈夫かなではね、次、上に戻って、公式の丸2、こちら行くね。え、a プラス b を2乗したものは、a の2乗プラス 2ab プラス b の2乗になる。ついでに下も見とくね。a マイナス b を2乗したものは、 a の2乗マイナス 2ab, プラス b の2乗になる。これもね、ちゃんと使いこなせるようになるね。で、まあ、おすすめはしないんだけど、これも先ほどと同じように、4回掛け算したら実は出るんだよね。例えば、丸の二番の場合、a プラス b の2乗。こちらね、書き換えるとどうなるか言ったら、a プラス b を2回掛けるんだから、つまり、こういうことだよね。 A プラス B と A プラス B ね。これを計算したら実際答えが出るんだよ。やってみるよね。まずここね。A と A を掛け算するんだよね。A と A を掛け算したら A の2乗だよね。で、その次。A と B、ここね。A と B を掛け算する。すると、AB。そして、B と A を掛け算する。これも一応ね。えアルファベット順に書くと AB。 そして最後は B と B を掛け算する。これで B の二乗だよね。で、そうすると真ん中が AB たす AB になってるよね。ということは A の二乗プラス、これは 2AB。プラス B の二乗になるよね。これで見てごらん。これと公式で書いてる、ここね。同じになるよね。 だからこの公式が成り立っている。A の2乗プラス 2AB プラス B の2乗。もしね、忘れてしまった場合は、ね、この4回かける方法で、まあ、解いても別にいいよ。いいかな。ただね、ちゃんと公式を覚えた方が、まあ、時間短縮につながるから、ね、きちんと公式を覚えようね。ではね、これに関する問題をやっていこう。X プラス7の2乗ね。では、解いていくね。まず、 はじめは x の2乗。これわかるかなで、その次。次がポイントなんだ。次じゃあどうやってやったらいいかな公式覚えてるもう一回見てみるね。次どうなるかって言ったらここね。2ab。2ab ってことは 2×a×b だ。わかるよね。では、戻るね。2×a×b。つまり2、2×x とということだ計算すると 14x。で最後はもろんね b の2乗って書いてるよねだから7の2乗49。答えは x の2乗プラス 14x プラス49だ。くれぐれもねこの真ん中これ忘れないようにね。 2かける a かける b ね。しっかり覚えてね。で、その下、x-8 の2乗。これも全く同じだからやっていこう。まず、x の2乗だよね。その次は、2かける x かける -8 ね。ここ、マイナスがついてることを注意してね。2かける x かける -8。だから、 マイナス 16x。そして最後。ここのマイナス8を2乗するんだ。そしたら、プラスなるよね。プラス64。答えは、x の2乗、マイナス 16x、プラス64。まあ、やっぱり一番注意しなければいけないのが、この真ん中ね。2かける、ここかける、ここね。いいかな。では、戻るね。 今、丸の2と丸の3の公式が終わったので、最後、丸の4。A、A プラス B と A マイナス B ね。これは A の2乗マイナス、あ、B の2乗ね。A の2乗マイナス B の2乗になるんだよね。これもね、すごいよく出てくる公式だから、しっかり覚えてね。で、まあ、あのー、まあ、大丈夫だとは思うけど、こちらも一応、 4回かける方法でやってみるね。まずは、ここね、a かける a。これは a の二乗だよね。だから、ちょっと横に書くと、a の二乗。で、その次が、a かける、ここね、マイナス b。これは、マイナス ab。それから次。えここね、b かける a、ここね。これこ,こは、 b かける a ね。ここは ab だよね。この場合、プラス ab そして、最後に b、b かける、マイナス b これは、マイナス b の2乗。で、この場合ね、真ん中の、マイナス ab プラス ab これは、消えるよね。0、ゼロになる。だから、結局残ったのは、a の2乗、マイナス b の2乗。 これで、まあ、見た通り、ここと、ここが全く同じ。公式通りになる。ということね。うん。いいかな。じゃあね、これもちょっと問題見てみるね。一番下の問題。x プラス5と x マイナス5。これは、公式覚えてるまず、x の2乗だよね。で、その次は覚えてるかな戻ってみるね。 A の2乗マイナス B の2乗になってるよね。だから、戻ると、マイナス5の2乗だから25ね。X の2乗マイナス25。これが答えになる。大丈夫かなで、まあ、あの、これもね、今後よく出てくるから、あの、気づくようにね。要は、何か2つを足したものと引いたもの。この2つを掛け算したものは、2乗と2乗を 真ん中マイナスね。引くということになるんだ。いいかなそれはきちんと覚えてね。ではね、今日の授業これで終わるけども、できればね、えー、チャンネル登録をしてくれるとありがたいな。はい。ではね、今日の授業はこれで終わります。